カオルミドー。はい、ということで今回は皆さんの大好きなチキンシューズでございます。今まで数々のチキンを食べてきましたよ。美味しい BBQ だったり BHC、 それから星月前チキンだったりとかメキシカーナとか、まあ、本当に、ね、いろんなチキン食べてきたんですよ。ブランド的にもいろんなチキン食べてきたんですけど、まあ過去の動画たくさん見てる方は知ってると思うんですけど、キムチチキンだったりとか、手前頼みました。キムチチキンはキムチキンはい、じゃあ食べます。キムチはもうね、すでに入ってるっぽいんで、これほらば見て、これがキムチ。いただきます。ぶっちゃけ割引してくれてももったいない味とか書いてあるんだけどねえ。ヌードルチキンだったりとか、ヌッコウっていうね、チキンなんです。マジがあんまごぼんさらんぬか。ヌッコウってなんだよって感じじゃん。タペストソース、タペストソース。え、お、なんかなんだこの匂いは。ん、なんか本当ね、いろんなチキン食べてきたんですよ。まあ、今回は多分過去一ぐらい結構衝撃的なチキンです。私はまあ当然ね、 YouTuber さんが食べてるのを見て、あ、ちょっと食べてみようと思って食べに来たんですけど、みんなにちょっと紹介したかった。多分他では絶対見られない感じじゃないかなと思います。一般ではあるけど、商品レビュー、なんかちょっと不安なチキンです。ですね、お店がチェーン店なんですけど、お店がいくつかあって、ソウルで行く駅、ソウル大入り口駅にあるのと、新町駅にあるのと、テハンロジョン、大学路にあるのと、まあ、あとスウォンの方に、1個店舗がある感じで、まあ、気になったら探して行ってみるといいと思います。今日はファミチャンナイはありません。ということで、じゃあね、店内の様子から紹介していきたいと思います。それではポン。안녕하세요지금영업하나요안녕하시게요아아니요뭐그네초콜릿치킨하나주세요뭐니초콜릿치킨지금네아한명이요ということで、まあ、今回のチキン、チョコチキンって言うんですけれども、まあまあまあ、ビジュアル的にもなんか皆さんが多分想像してる、想像できてるか分かんないんですけど、チョコがかかったチキンです。私の超個人的な想像なんですけど、チキンってちょっとしょっぱいじゃないですか。で、チョコは甘いじゃないですか。だから私、ロイスのポテトチップにチョコちょっとディッピングしてあるような、なんかそういう感じじゃないかなと期待しております。甘じょっぱい感じがちょっと癖になるんじゃないかなと予想ですよもしなんか、まあ、美味しかったら多分そんな感じで美味しくて、もしもこれはないわとは思っても、私が思うにぬくよりかは美味しいと思う。匂い的には全然美味しそうだし、ビジュアル的にも全然美味しそう。え、どんなコラボこれ。ということで、韓国国内にあるマクドナルドよりもチキン店の方が多いって言われてる、本当にチキン大国なんですけれども、そのチキン大国で作り出されたチョコチキン、美味しいのか否か、それではね、チキンの方待ってみたいと思います。チェック、チキン回るんだよ、チキン回るんだよ。え、これ切っけよ。네그냥초콜릿치킨만다계속드시면네느끼해서못먹어요네그러니까옆에슈퍼에다가또
어니언 치킨하고 섞어서 드세요. 짠! 고츠라가 초코치킨でございます. 진짜 냄새가 초초코. 숨살때 흉내가 나는 やつなんですけど 초코가 가っつり かかってるやつが 2부분で ちょっとこんなが気持ちかかってるとこが1部分. そしてこれは何だろう、 サワークリーム的な感じ? 짠! はい、ということでじゃあね チョコチキン食べてみたいと思います。 ビジュアルがやばいんだけど、 ちなみにこれで 26,000ウォン でございます。 そして、セルフでチキンボーとフォーク。 じゃあ食べていきたいと思います。 インスタグラム とTwitter のフォロー、 それから高評価とチャンネル登録お願いいたします。 やば、見て。 じゃあ食べていきたいと思います。 がっつりチキンにチョコがついてるやつです。でもなんか匂い的には美味しそうなんだけど、いただきます。うん。 暑いからかな? 全然食べれるんだけど。 말도 안 되는 이야기입니다. 뭐니? ちょっと待って。 揚げたてだからめちゃめちゃ暑いんですよ。 もう一回食べてみます。 이뭔 개소리야! 근데 사기탄탄이 로이스의 포토도 칩에 초코가 디핑されてみたいな感じで 아마조빠이 感じ 전체 이겠는데 맛있지? こっちの白い方のソースかかってるやつ食べてみて。 さっき社長さんがチョコばっかり食べると飽きちゃうから白いやつも食べてって言ってたんですけど、本当にそのままでチョコはこれ2つは甘じょっぱくていい感じで、このちょっとチョコがかかってるやつはほぼ酸菜チキンに近いフライドの、でこれはまたね酸味のある味で全然違う味だから、これ行ったり来たりしてれば飽きない。私結構いけるんだけど。 なんか誰が見てもえっていう感じの組み合わせじゃん。でしかもネットのブログとか口コミとか結構見たんだけど、 2、3口は美味しいけど もう食べないとか、だから結構ねそんなに口コミが良くなかったんですよ。でもなんか私がこれをさ美味しいって食べたら、え、かおりちゃんの舌結構信用してたのに舌ぶっ壊れてんなって思われるかもしれないのが結構不安なんだけど、でも正直にね私の好み的に今年は結構いける。でもさっき 例で出したロイスのですね、 ポテトチップみたいなのにチョコレートついたやつもあれも結構好き嫌い分かれるから、私は結構いいと思うんだけど。でもやっぱどうしてもねこういうしょっぱいものと甘いものの組み合わせが微妙な人っていると思うんですよ。 甘いか好きな人はぜひ食べてみてほしいけど、そうじゃない人は食べない方がいいかもしれない。私は結構おすすめなんだけどな。てかぶっちゃけヌーコって言ったようなヌードルとチキン一緒に食べるやつあったんですけど、気分にはチョコチキンとヌードルチキンだったら完全にヌードルチキンの方が美味しそうな名前だけど、比較できないぐらいこっちの方が美味しいです。ヌーチチキンよりも美味しい。完全にチョコチキン名前負けしてるけど、その2つよりも全然美味しいです。てか今まで食べたちょっとゲテモノっぽいチキンよりも全然美味しい。 しかもなんか微妙にチョコとチキンの相性が最高にいい。とりあえずこのお店が午後4時にオープンなんですけど、私毎日動画7時45分に上げるじゃないですか。今日私朝から撮影出ててサムネイルと概要欄書いてないんですけど、今日4時に来てちょっと食べてこんなやつでしたっていうのをレビューして 持って帰ろうとしたんですけど、ここ実はさっき私もしたんですけど、壁に余った料理持って帰れませんって買ってあるんですよ、手形と。
他のねテーブルの人たちもなんか残してく方が結構多いのでしょうがないんですけど、今日は食べるだけ食べて帰りたいと思います。でも本当に美味しいの、私は好き。はい、ということでごちそうさまでした。ですね、今回ぶっちゃけ動画の流れ的に、まあ、こんなチキンがあります、びっくりです、でも美味しいかもしれないです、やっぱ微妙でした、終わりみたい な、 なんかそういう流れを期待してきたんですけど、あの思ったよりも全然美味しかったです。でなんかその私が最初にある YouTuber さんを見たって言ったんですけど、その YouTuber さんはチキンの形したお菓子があるんですけど、それにチョコをこうつけて食べてるみたいな感じって言ったけど、私的には想像しやすいのは多分ロイスのポテトチップにチョコがこうディップされてるやつの方が想像しやすいかなって感じでした。お菓子ってよりも味は甘いんだけど、そこまでお菓子感はない。でも確かに最初社長さんが言ったみたいに、ずっとチョコチキン食べてるとやっぱ口の中がチョコチョコするというか、なんかチョコの味って固定されちゃうんだけど、白いソースかかってるチキンはなんかチョコとは真反対のちょっと酸味のあるオニオンと一緒にかかってるチキンだし、もう一個の方は本当に超スタンダードなフライドのスンタルだし、これをこう行ったり来たりしたりとか、あとはチキンも酸っぱい大根の酢漬けなんですけど、それとあのチョコチキンが、ね、意外と合う。だからチョコチキン食べて甘い中にこの酸っぱいチキンも食べると予想以上に美味しいです。なんかずっとなんか行ったり来たり行ったり来たりできる感じで、今まで食べたゲテモノチキンの中で一番美味しいです。チンチョンにも店舗があるということで、ぜひ挑戦したい人は挑戦してもいいと思います。でも本当にチョコ好きとロイスの、ね、チョコチップス好きだったら絶対好きです。絶対って言うとなんかちょっとあれかもしれないけど、結構、ね、怖いもの見たさで来たとこあるんですけど、怖いものよりも美味しいものを見たみたいな感じでした。ということでね、まあ、今までたくさんのチキン、それからたくさんの韓国料理食べてきたわけなんですけれども、またこうやって私の知らない味、想像もできない組み合わせが、ね、多分世の中にはたくさんあると思いますので、またこういうパッと見ゲテモノみたいなものもちょっといろいろね挑戦していきたいと思います。ということで今回はって思ったけど意外と美味しかったチョコチキンの紹介でした。それでは今回もご視聴ありがとうございました。그러면오늘은여기까지